よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、光る君へ第39話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。今回も、あれですね、ちょっと大きな変化というか、そうだったね。僕からいる人が、うん。さっていくというところと、 ですね、こう次の天皇陛下は誰かっていう親王様たちの、まあね、次の人をどうするかっていうところがちょっと騒がしくなっていくというか、うんね、後継者は誰かっていうところがっていうところですかね、うん、はい行きましょうかはいえー、っとですね5分ですね ひろさんの一家がね、あのー、集まってるところなんですけど、まあ、片子さんのお父さんについてっていうところ、話したところだよね。こうお,やおやおやおやってお父さんがなってしまうっていうあ<ー> <laughs> のところですよね。そうです。ため時さんだけ知らないと。そうなんですよね。っていうところですよね。だからここ、あの情報に格差があるから <laughs> <し>、えー、人と知らない人がいるから、えー、まあその話になって、えー、えそうなのっていうことに。 なっていくっていうところですね。ね,、えーね、面白いところです。でね、面白いね。まあまあ、一気にね、こう緊迫感がね。うん、さんがおやおやって上がっていくっていう、まあ、いい交流のあるね、いい演技でしたよね。いや、そうですね。うん、面白かった、ねこ。この、あの、親子の関係っていうのも、また一つ、ちょっと、今日、今回の鍵になってくるっていうところではありますよね。はい。はい、で、次が、ええー、十五分ですね。はい。 えーね、今のね、現あのーまあ、天皇陛下というかも、ね、おかみがね、敦賀、はい、さんの元服を急がせるところ、やっぱり、えー、とー彼にとって敦賀さんっていうのは非常にこう、ね、思い入れがあるというかね、うん、でなんかをきっと要求してるんだろうね、自分の体に起こってることだったり。うん えー、状態状況だったりっていうので、うん、だから時間が差し迫ってくる、なんかケツが、なんかだんだんあるんじゃないかっていう感じになってる、ちょっとせかされてる中で行われるいい行動ですよね。うん、まあ。いい演技になってましたね。いや、そうですね。まあ、多分感じ取ってるんでしょうね。その、うい、ねね、の、まあ、道長さんだったり <laughs>、ね、が、まあ、あの、厚屋親信ではなく、 厚発しをしているんであろうっていうこと。うん、で自分以外におそらく厚発言をしている勢力はまあそんな強くないと、うん、いうことがあってっていうところですよね。ねはい。もう道中さんも、あの、周囲の仲間たちにも言い始めましたからね。自分の目が黒いうちにっていうのをね。<laughs> そうな、ね、んだよね。これは結構やっぱり大きな変化というか、初期の、うん 道長、ね、さんと比べるとだいぶ違ってきているっていうところですよね。いや、間違いないですね。うん。はい。で、次が27分。はい。え、まひろさんと、まあ、道長さんのね、あのー、2人の話し合いのところなんだけど、これね、はい、厚安さんがね、 あの中宮さんをちょっとこう気にかけているというか、あのー、っていうところを見ちゃったんだよね、道永さん。手を取って熱、ね、<laughs> い視線を送っているというか。そ,うそ,うそ,うでそれがその道長さんから言わせるとこう光る君への影響なんじゃないかっていう、物語の影響でね。流行りだからね、ああいうのもね。うーん まあ、道永さん、まあいろんな角度からの心配事が襲ってくるところですよね。うん <laughs> まあ、ただまあ、えー、いい交流のある、いい演技になってましたよね。よかったと思います。そうですね。まあ、そうですね。まあ、道永さんも物語の力を信じているというか、そうだね。っていうところですよね。うん、まあ、万が一のことがあったら大変なことになるというか。いや、そうですよね。ねえ。あ<ー>というところですね。ちょっと大変なことになっちゃいますよね。うん。 そうただでさえね、そのどっちの親王様がっていうところがある中でのっていうところですからね。いや、そうだよね。うん。うんはい。はい。で、えー、33分ですね。はい。ここね、あのー、また真宙さんの一家のところなんですけど、うん、まあみんながこう集合してる中でこう、かたこさんが一人前だっていうところからですよね。うん、で まだね片子さんとね真宏、まあ、さんがこう親子のわだかまりがあるみたいなところですよね。うんで、あの信則さんも、まあ、ここから、ね、赤い服を用意しましたとかね、いろいろあって、うん、あのこの一家がこうぐっとこう上に向くんじゃないかっていうところで、うん,、えーんー 信則さんがーっていうところだよね。だからその前の,、ね、あの真宙さんと信則さんのところっていうのは本当に優しい柔らかいところを使ういい交流になってたと思いますね。うん。まはい、結果的にそれがまあ最後の別れに、まあ最後の別れではないけど、そうだね。最後のまあ深い会話になってしまった、うん、と,ところ、シーンだったですね。うん、そう。だ彼がまあ亡くなってしまうことで、 えと結局、その親子の関係性がちょっと変化が訪れるという、うん、片子さんと真宙さんとの間ですね。うん。に、ちょっとしたその雪解けの兆しみたいなのが見えてくるっていうところですね。いやここで、まあ、離脱といえば離脱というか。そうですね、信則、うん、ののさんが。 一家のね、<あ>ちょっと愉快なところをね、そうなんですよね。<laughs> 一緒に背負っていた、あののりさん。うん、ここで離脱というところですね。いや、残,残,残念じゃ残念だけどな。ねちょっと悲しいところですよね。やっぱりね、ねちょっとずつやっぱりこう、皆さんお年をね、うん。ギリギリでね、やっぱねなってるからな。ええ、というところですよね。 おで、一方、あれですね、あの中宮さの妹が出てきてるっていう、うんあのまた中宮さとは全然そのキャラクターが違うというか、性格が違うというか、そうだったねそうあの18分ぐらいのところですけど、ひろさんと中宮様がいるところへやってきて。<laughs> <laughs> 学問をお続けくださいってさっていうの最高ですね <laughs> 全然パーソナリティが違うっていうねそうだったね <laughs> 多分あんまり興味ないんでしょうねその関節とかねなな学問については <laughs> 間違いないな <laughs> え楽しく暮らしていきたいっていう,うん、うん、結構はっきりとしたお人柄というか <laughs> そうでしたねそうでしたねうん、えー そこもちょっとね、なんかこう、なんでしょうね、引っかき回してくれそうな、ちょっと火種になりそうなというか。そうですよね。そういう性格ですよね。そうですよね。うん、ちょっと楽しみなところではありますよね。今後の宮中に <laughs>。<laughs> <laughs> はーい。 はいまあ、そんな光る気見えたい39の、ね、ちょっとベストシーンを上げていきましょうか。いやもう、これはもう33分からのところというか、その後ですよね、最後の真宙さんと信則さんのところなんですけど、うん、まあ、いろんな今までね、真宙さんと信則さんあの悩みだったり、大丈夫だよって、まあ、元気づけたりっていう、で、実質ね、これが最後の,あの会話になっているっていう。 あのー、この2人、やっぱりいつでも優しい、柔らかい、いい交流になってるし、うん、あのー、真宙さんがね常に、なんていうんですか、その本音というか弱いところをさ、けだ、うん、すというか、そのプライベート感がいつもこうある、いい会話でしたよね、いい交流になってましたね、うん、いい演技でしたね、最後まで。そうですね。やっぱ家族で一番近いところにいて。うんうん 大体常にまあ味方でいてくれた人ですよね。うだ,ねうん、だからこそっていうところですよね。うん、自分の弱いところをさらけ出せたりっていう,、うんうん。そういう部分を引き出せたりっていうところだったんですよね。うん、はい。というわけで、光る君も39話ですから、もうあと<や>ね、3ヶ月ないぐらい。いやー、そうだね。いますからね。 そう、光る君は、ね、一体どういうところに、こう、最終的には着地をするのかっていうところ、すごく楽しみですよね。うん、そう真ろさんが、主人公が、すごく政治の中心にいるわけじゃないから、ね、うねどういうふうにね、うん。んな終着点にたどり着くのかっていうのは、すごく楽しみなところではありますね。嫌だなこっからみんな、だん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 、こう、いなくなっちゃうんだろうな <laughs> そうですよね。あー ねえ、どうなっていくのか落としがね。そろそろそういう感じだもんね。うん、そうですね。いやだなね。はい、というわけで、光る君への第39話でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少し見ようと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。